皆さんこんにちは、川原浩二です。説明欄の方には最近記載させていただいてるんですけども、老犬姫、3月の1日で丸15歳になりました。糖尿病の影響で、左前足が壊死始まっております。ちょっともう老犬のためにね、今までにこう何回か尿管結石の手術とか、歯を抜く手術とかでね、何回か手術はさせていただいたんですけども、もうこの後といいますか、現在、手術には耐えれないというお医者さんの、獣医さんの診断結果なんですけども、一応ね、私たち夫婦にはね、子供がいません。この姫がね、実子のように感じております。15年間、共にね、同じ布団でね、また同じように、行動を共にしてまいりました。現在完全介護の状態が続いております。もうこれ今ももう自分で水のありかがわからないという感じですね。で、目は白内障により、ほとんどというかもう全然見えておりません。耳もね、年齢のせいかもうほぼほぼ聞こえない状態です。どうか皆さんね、説明欄に、記載してあるようなね、内容なんですけども、もし、ご支援いただけるようであればね、説明欄のゆうちょ銀行に、ノンリターン型、寄付型のクラウドファンディング、っていうのをね、立ち上げさせていただいておりますので、もしよろしかったらお気持ちだけで結構なんで、 ご寄付お願いしたいと思います。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。